はい、リンって何なんですか、まあ、そのメーカーっていうことなんですか。ヨークにするにはこれが必要です。ああ、それはよく使うやつですよね。これをここにつけて、はいはい、普通やったら、だから俺メキシコはこんなヨークとかちゃうから、はい、こうやから、これ俺のこっちにあるやろ、普通のこれを、これいらないんですか。じゃあいらん。そんな初めて見ましたね。タンクはネジ穴みたいになってる。へえ、すげえ。オープンの、ダハブってそんなんでしたっけ。ダハブは、ダハブはどっちもある。モルリバもこれ。あ、そうなんですか、へえ。お客さん用にヨークのタンクも用意したあったけど、はい、どれに当たるかスタッフのやつ分からんから、もうこんなんしとったあれやから、もうこれなんか外してもうた方が楽やから。へー、セカンドステージをちょっと直してます。直してるというか撮ってるんですかね。ファーストステージはええやつなんですか、うん、これは10年前に250ユーロ。へー、高いですねこれ一本一本が。で、とりあえずこっちこれゲージを外す。それ外さなダメなんですか。あ、これこっちについて持てるな。すごい、なんかものすごい不思議な感じですね。こんなん分解できるって。分解できるってこんなん誰でもできる。そうなんですか。まあ自分はもうお客さんやったんで。すげえ。ファーストステージを分解中、あ、違うか、コンパスか。コンパスと気圧計や、大根が。それ、分解してから、まあ、安いからってことなんですかね。違う、重いし、これは別に修理せえへんから、別にいらんねん。会社の初めて見ましたね。うわぁ、そんな風になってるんですね。あかん、お前らもつけとこう。で、これすげえ、なんかめっちゃ分解されてる。中です。なんか工具みたいなのあるんですか。いや工具じゃない、あのこう穴開いてるやろ、はあ、中に。へえ、ふさぐやつどっか開いてるんだ。でいろんなものが出てくる。ということで、ゼンさんレギュレーター分解中でした。では